からご紹介いただきました内閣府国際平和協力本部事務局長の本日の会の開催にあたりまして、関係者の方ご利用に感謝申し上げます。私どもの内閣府国際平和協力本部事務局ですけれども、先ほど岸田総理のも言及されました国際平和協力法1992年に成立しましたけれども、それに基づきまして設置された政府機関でございまして、国連 PKO をはじめとする国際平和活動に対して人員派遣あるいは物資協力という業務を行っております。日本政府がこの自衛隊部隊を含む本格的な活動をこの法律に基づいて行ったのがまさに国連カンボジア団体とアンタックでありました。中田さんが志を持たれて国連ボランティア選挙監視員として赴かれたところであります。私頃ですけれども、当時私はもうすでに外務省に入っておりましたけれども、入所数年ということで海外に留学をしておりまして、一連の今は実務的には関わっておりました。したまた中田さんとの接点なすぎてもただ一点だけ共通点がありますのは、同じ1968年1月まで同い年ということであります。もし、ご存命であれば、まさに日本の国際平和協力というのを、先駆者としてですね、本日のような会合でもいろいろなお話を伺えたんじゃないかなと、そういう思いを持って昨日今日の会合に参加させていただきました。残念ながら30年前の1993年4月8日に中田さん、それから5月8日に中田有紀という刑事が現地で応援して出されたというのが今のところであります。私も海外では日本の報道を通じて知った現象でありまして、中田さんと、大阪大学の同級生だったということが、同じ大学生から現地で大変証拠でありますのを見たと思っております。お二人の犠牲を乗り越えて、日本は、その後も安泰とに開発を支える重要な派遣を、継続をいたしました。日本にとって安泰への要求派遣というのは、日本にとって、不可欠な世界の平和と安定のため、リスクのある地域においても力を尽くしていくと、そういう姿勢を明らかにした派遣になったというふうに思います。安泰全体でも、中田さん、中田圭氏を含め82名の方が、同時に要職をしたというふうに招集をしております。その安泰の監視下の下で9割が投票した憲法制定1回選挙ですけれども、その後のカンボジアの平和と発展の基礎となったと言えるかと思います。現在のカンボジアですけれども、人口は当時の1000万人から約今1700万人、1人当たり GDP も300ドルぐらいから1600ドル以上ということで、もちろん民主主義の定着という課題はありますけれども、平和の回答というものを享受しているというかと思います。先ほど岸田総理が昨年3月にカンボジアを訪問されたという話がありました。私は同行を訪問いたしました。また先月改めて、プノンペンに出張した際にも、中田さん、中田圭氏の遺伝に花を掲げてまいりました。イメージですけれども、今でも地域のコミュニティによって常に手入れがされております。お二人の献身の記憶は今なおカンボジアの方々に大切にされていると感じ、お二人の功績の一つを認識したところでございます。カンボジアの派遣を原点として、日本政府はその後も、東ティモール、ハイチ、南スーダンなど各地の平和活動に約1万2700名を派遣してまいりました。多くは自衛隊員ですけれども、これまで延べ1124名の民間の方々が選挙監視団に参加されております。中田さんのように政府派遣じゃない形で平和活動に関与していらっしゃる方もたくさんおられます。日本政府はアジア、アフリカ諸国が議長などに参加する前に施設整備を担当する公平の訓練を20年以上にわたって行っております。先ほど中日カンボジア大使館の方からカンボジアの自身の貢献という話がございました。まさにそのような国の代表度というのが言えるのはカンボジアであります。すでに累計で8000名の要員派遣、それから現在でも各地の PKO で約800名の要員を派遣をされて、おられ、国際社会でも高い評価を持ってきておられます。日本政府はカンボジアに対して JICA の分野では長年支援を継続しておりましたけれども、今ではそのカンボジアが JICA と協力してですね、ウクライナを含む他国に対して JICA の技術を伝えるという重要な役割を担っておられます。
カンボジアの政府関係者の方からは苦しい内戦を経て ある程度経済発展を享受してきたカンボジアだからこそ PKO の現場で内戦より平和そして経済発展を積極的に主張することができるとコメントがあったのが印象に残っています。このようにカンボジアは国づくりから国際発表局に主要貢献国に至る過程に献身されたということで中田さん、それから中田圭氏の大きなご功績に改めて敬意を表したいと思います。現在の中区の国際平和教育本部事務局では国際平和活動や平和構築に関心と意欲を持っておられる若手の方々、研修者の方々を国際平和協力研究員として採用しております。これは赤石先生が大変ご尽力いただいた制度でございまして国際関係でのキャリアアップを目指す方々に大いに活用していただきたい制度でありますこうしたコストも活用してですね、多くの若い方々が日本にとって不可欠な世界の平和と安全に関心を持ち、具体的な行動に参加いただくことを強く期待しまして、ご案内のことだとさせていただきます。